いつもご視聴ありがとうございます。トーキングマウンテンのあきです。サクッと登れて展望よし。岩国市久賀町にある倉掛山に登ってきました。それではハイキングの様子をご覧ください。久賀の体育館横にすぐ倉掛山案内図があります。今ここですね。こっちの西コースから回ってサクッと降りていこうと思います。15分ほど車道を歩いてきました。倉掛山登山道です。こちら行きます。広場があります。手洗いもねありますね。現在地ここですね、はい、ここからハイキングコースになってます。倉掛山山頂まで317メートル。今日ね湿度全開です。あんまり汗かかない私でもね結構汗かいてますね。すごくムシムシします。ですが虫がいないんですよ今日。ネマトイもいないし蚊もいないし、一応ねハエたたき持ってきてます。でここには虫除けも一応ね定期的に振ってます。ハエたたきの出番ですね。何気にクモの巣がすごいです。地味にね階段が続いてます。でももう見えてますねお空が。倉掛山240メートル、いただきました。アリエルです。こちらご覧ください。展望所があるんです。どうかな。わー真っ白です。望遠鏡あるんで覗いてみますね。わー真っ白です。景色は見えませんが虫がいないのでここで朝食タイムです。霧も晴れて涼しくなってきました。では東コースから下山したいと思います。倉掛山もね昔戦場だったみたいです。山を歩き出してこういうところをねよく見かけるようになります。お勉強になります。下山しました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画参考になりましたらグッドボタンお願いします。いつも見てくださってるのにチャンネル登録まだの方登録もお願いします。それでは次回も命大事に楽しくいこう。